こんにちは、Gです。今回は Pi400 のお話。 Pi400 買いました。本当は Pi4 が欲しかったんですが、売ってない。どこも在庫切れでした。その上、正規店でも1000円ほど値上がりしてる。ラズパイの選択肢が現在は Pi400 しかない状態になっています。Pi400 は国内では8月頃から販売されてたんですが、玉不足でした。ご覧の URL のラズパイ財団のニュースでは11月11日に発売となっています。まあ潤沢に玉が用意できたんでしょうね。せっかく買ったんで深掘りしていきます。こんな梱包で届きました。マニュアルが全くない。 Pi400 見た目はこんな感じ。オリジナル版は78キーですが、日本語版は83キー。キーの並びは汎用の日本語キーボードと大差ありません。スーパーキーのところがラズパイアイコンになっています。ファンクションキーが10個しかないんですが、モディファイアーの組み合わせで12個になります。Mac キーボードとロジクールキーボードで大きさを比較してみました。Pi400 はほぼ Mac キーボードほどの大きさで、手元側高さ7ミリ、コネクター側高さ27ミリです。かなりコンパクトな設計です。右上に LED が3つあって、電源とナムロックはわかるけど、真ん中が用途不明。A と書かれてるので、キャプスロックなんだろうけど、機能しません。キータッチは好き好きなんですが、個人的にはキーストロークの深さが中途半端かなと思います。もう少し深い方が好み。裏側には換気口があります。キーボード全体の 90% ほどの面積のアルミ放熱板が内蔵されてて、換気口からも見えます。技適マークも換気口近くに貼ってあります。キーボード上面はこんな感じ。左から GPIO、SD ソケット、HDMI、電源、USB ポート、イーサネットコネクターが並んでいます。加工精度があまり良くなくて、各コネクターの周りに隙間があったりします。個体差が出てしまうので、もう少し頑張れ。メイドイン UK って書いてるんだから。私の筐体は電源コネクタ部分がちょっとずれてて、接続がめちゃ硬い。気になるのは SD ソケットがプッシュイン、プッシュアウト方式なことです。ラズパイ2以前はその方式でしたが、パイ3以降はプッシュプル方式になりました。パイ2の時代にはロック部分が壊れたこともあって、プッシュプッシュ方式は信用していません。ハードウェアとして Pi400 と Pi4 はどこが違うんでしょうか？USB2 ポートが一つ少ないのは内部でキーボードに割り当ててるからです。カメラコネクタ、ディスプレイコネクタがありません。オーディオビデオジャックがない。CPU は Pi4 と同じ型番、規格ですが改良モデルです。Pi400 には起動、終了ボタン機能があります。ゼロから買い揃える方の費用は画面のようになります。別にモニターまたはテレビが必要ですが、27インチモニターでもフル HD なら2万円ほどです。Pi400 の正規代理店は KSY とスイッチサイエンス。価格はほぼ同じなので、ウェブで比較して購入先を決めればいいでしょう。
こんな話が続くの？なんか開封動画みたい。いえいえ、ここからが本題です。はじめに EEP ロムのバージョンチェックです。あれ？レイテスト版より日付が新しい。最新版だからいいか。一応、ブートローダーの設定をしておきましょう。ターミナルでラズパイコンフィグとタイプして、最新のブートローダーを使う設定を行います。まずは Pi4 用に SD に焼いた OS をそのまま Pi400 で利用できるか確認します。動作の判定条件は画面の各項目の操作に問題がなければ動作すると判断しました。動作すると確認された OS は画面の通りです。評価結果からPi4 と Pi400 では同じ SD を総合運用というか使い回しして問題ないようです。次は前述の SD ソケットについてです。ロック機構がトラブったら SD が使えなくなるので Pi3、Pi4 のようなプッシュプル方式が信頼性は高い。トラブった時を想定してUSB カードリーダーに SD を挿して起動できるか確認です。各 OS の動作の有無は画面の通りです。もちろん個別に方策はあると思いますが、標準状態での挙動の確認が目的です。2種類の USB3 カードリーダーでの評価です。ただ、100均で買ったUSB2 カードリーダーでは起動はできてもどの OS も正しく動作できませんでした。Pi4 では経験的に USB3 ポートでは起動しないことがあります。Pi400 には USB2 ポートが一つしかないので USB ハブがあった方がいいです。個人的には必須だろうと思ってます。USB3 ハブしかなくても USB2 ポートに挿せば利用できます。次は各 OS を SSD に焼いて起動できるか試しました。主要 OS が10月にバージョンアップを行ったこともあり、検証が必要です。USB3、USB2 ポート、それぞれに挿した場合を試しました。結果は画面の通りです。起動できない OS でも何度も起動をかけると5、6回に1回程度は起動できます。ただ正常な起動ではないのでいろいろとトラブルがあるんですが SSD の速度計測をしてみました。ご覧のように数値上は高速起動できそうなんですがリードエラーでリトライが大量発生しているのがご覧いただけます。これが起動できない原因ではないかと思います。元来 USB ドライバーは遅かったので高速化にチャレンジしてるんだと思います。ただし現状では USB3 ポートでの起動は使い物になりません。情報がないんですが USB ドライバー関連の大きな変更があったと思われます。ターミナルで LSUSB を見てみると表示方法が変わっていてクワークも使えるのかわかりません。まあ、アップデートしたばかりで情報がなく手の入れようがありません。残念ながら当面 SSD の利用は USB2 ポートからの起動で我慢しましょう。画面の URL の記事によると、10月からカーネル 5.10 に USB ファームウェアの初期化ドライバーが適用されたようです。UName コマンドで OS のカーネルバージョンを確認したのが画面の一覧です。最後はネット速度の比較です。Pi4、Pi400、Mac でインターネット接続速度を計測します。有線接続で Firefox を使って
Google のスピードテストを利用しました。Pi 4と Pi 400の速度はほぼ同じ。誤差の範囲です。Mac と比較すると3分の1も出ない。スループットの悪さはハードウェアに限界があるので、新モデルが出るまで改善しないと思います。まとめです。Pi 400は Pi 4と同じと考えて差し障りありません。ただし、いくつかポートがないので、目的によっては不適ですが、デスクトップとしての利用ならお買い得感がありますし、SD でも快適です。半導体不足はまだまだ続くでしょうし、他に選択肢がありませんしね。パワーオンオフのスイッチは思うほど便利ではありません。OS を切り替えながら使うのがいけないんですが、まあ私は従来通りスイッチ付きの電源タップを使います。Pi 400だけでなく Pi 4でも同じですが、 USB 3 ポートでの SSD 起動は使えない。 SSD は USB 2 でご利用。なお、マンジャロが USB 3 で動作するのは USB ドライバー変更がなく、その分遅いです。まあ、SD 起動でも十分楽しめますので、SSD は少し待ちましょう。2週間前の動画、ラズベリーパイ OS ブルズアイ 64bit のインストールアップデートの中で、スクリーンキャプチャーを使用すると、高確率で起動がこけるという部分がありました。これ間違いです。表示系トラブルと USB ドライバーによる起動トラブルが切り分けできなかったミスです。撤回してお詫びいたします。ついてはキャプチャー壊れたので買い直しちゃいました。ご覧いただきありがとうございました。知人からスマホの相談がありました。去年 iPhone でスマホデビューの手伝いをしたんです。いわく乗り換えしたい。月額料金とかいいから日本語ちゃんとした携帯が欲しいとのこと。気に入らないのは連絡先の右側の赤さたなの見出しが文字小さくて使えない。アルファベットいらないし。それから、App Store アプリで更新ができない。どこに何があるかわからないし、広告ばっかり。言われてみれば納得なんですが、国産ないから諦めろというしかない。iPhone の i、 高齢者には impossible。 ではまた次回。